これでおしまい。あーん。あーん。ゲスト？お邪魔します。こちらの女の子は、ひなつる愛です。九十竜先生のうち弟子をさせていただいてます。うち弟子っていうことは、一緒に住んでるっていうことですよ。ですよね。違うんです、これは。ちちシャルちゃん先生、この子はシャオはちちゃんのやめたんだよ。えポーポーズも咲いた。いや、これには事情が。わあ、ニコ生の配信ってこんな風にやってるんだね。ここ入っちゃっていいんです？どうして将棋番組のゲストで小学生が入ってきてんだよ。サプライズすぎて社会的に死ぬわ。自業自得です。師匠のだらぶち。ちょっとあなたたち、いつまで全世界に恥をさらし続けるわけ？あなたこそ何なの？この変態の弟子よ、残念ながらね。誰が第二夫人よ。言葉に気をつけなさい、クズども。気持ち悪い。お、規定が投了したよ。おめでとうございます、名人。これで四冠ですね。次に狙うタイトルはやはり竜王ですか？大方の予想では竜王獲得も間違いなさい。師匠、次長どうしたお？元気ない？疲れとったの？心配してくれてありがとう、シャルちゃん。シャオが元気の出るおまじないしてあげよう。この時、視聴者数は将棋中継史上最高の300万人を突破した。